聞きいただいてありがとうございます。8月25日に、朗読劇を聞いてその感想を話したいなと思って、これから話します。ワールドダイスターというですね作品がありまして、これがアニメ、テレビアニメになったりとか、あと今はゲームのアプリで、いろんな物語が、進んでいるんですけど、これがね、演劇がテーマなんですよ。演劇がすごく、すごくっていうか、今の普通の世の中、現実の世の中も演劇っていろんなところで見られてるけど、なんかそれは本当にすごいブームの世界っていうか、の日本が、舞台で、特にその役者さんがセンスと呼ばれる特殊能力を持っている役者さんたちがいて、その役者さんたちが、しのぎを削る、切磋琢磨をしながら、ダイスターっていうのは、ダイスターってカタカナなんですけど、ダイスターって称号なんですよ。その役者に与えられる称号。その優れたその演技をした、役者に、そのダイスターって称号が与えられる。で、ワールドダイスターっていうのは、そのダイスターという称号を持った役者たちが競って、で、その世界的に認める役者という称号のことなんですね。で、いろんな劇団が、東京が、今のところは東京が舞台なんだけど、東京に、いわゆる劇場を構えるいろんな劇団の劇団員、若い10代の女性がほとんどなんですけど、そのキャラクターたちが、演劇の、頂点を目指して、切磋琢磨するっていう物語。で、これが、面白いというかすごいのは、声優さんは、役者を演じるんですよね。ということは、その役者一人一人の、役者個人のお芝居もするんだけど、当然、劇中劇っていうのがあるわけですよ。だから劇中劇は、全く違うお芝居をするわけですよね。しかもその演目によって。だから、例えば、今回、ちょっとその朗読劇に出演したのはお二人いらっしゃって、声優の岩見真中さんと長谷川郁美さんというお二人なんですけど、お二人はそれぞれ大鳥ココナとあと静香という役者をまず演じるんですよ。だそのココナと静香としてのお芝居がまずあって、でさらにココナと静香がその劇中劇の登場人物を演じるっていうのが二重のお芝居がある。で、当然、その劇中劇のキャラクターはまた全然違う。今回はオペラ座の怪人をベースにした物語になってるんだけど、それを演じる。だから本当にこれ出演してる役者さん、声優さん、いらっしゃいますけど、みんなものすごいスキルを要求されるだろうなっていうふうに思います。で、それでお芝居をしつつ、でミュージカルとかだと劇中歌も歌うわけで、劇中歌もまたその劇中劇の登場人物として歌うってなってくると、だけどその登場人物を演じてるその役者のキャラクターとしての雰囲気も残して歌わなきゃいけない。だからものすごい多分すごくハイレベルなものを要求されていて、それに応えてるっていう作品だなというふうに私は思っています。で、今回はそのワールドダイスターが、毎週ラジオをやっていて、そのラジオの朗読劇という形です。それは多分ちょっといろいろちょっとそれはあんまり物語っていうか、その朗読劇の本編とは関係ないけど、多分その どこが公演してるかっていう、公演っていうのはもういわゆるスポンサーがどこかっていうのが、多分ワールドダイスターのラジオって BS11 テレビ局の BS11 の、放送してるのは文化放送の超 A&G プラスという、声優さんとかアニメの関係のラジオ番組を流してるネットラジオがあるんだけど、そこで放送してるんだけど、実際は多分 BS11 の YouTube のチャンネルとかでアーカイブも配信されてるので、制作自体は多分 BS11 にの方だと思うんですよね。で、おそらくスポンサーが BS11 だから、そのワールドダイスターのラジオの朗読劇。これが例えばアプリだったら、なんかアプリのなんとかってイベントとかね、そういう形なんだろうと思うんですけど、だから、ワールドダイスターのラジオのイベントっていうか、ラジオの朗読劇っていう形になったのかなと。で、そのラジオのパーソナリティを務めているのが、先ほどお名前を挙げた、岩見真中さんと長谷川郁美さんのお二人なので、のお二人の、今回は出演になったと。でも、最初ね、もっとたくさん出演者の方、ゲストさん来られるのかなと思ってたんですよ。っていうのは、結構二人で朗読劇を、しかも、ちょっとどれぐらいのね、どれぐらいの時間やるかわかんなかったけど、でも、結構二人芝居で朗読劇って、大変だと思うんですよね。それは何でかって、例えば登場人物がもし2人だけだとしても大変だし、登場人物がもっといたらそれを演じ分けることが必要になってくる。だからどういうふうにどんなことをやるんだろうと思ってたんですけど、内容としてはその、お二人が演じる役者、さっき言った、ココナと静香という2人が劇団シリウスという名前の劇団に所属しています。で、その劇団シリウスが、オペラ座の怪人を上演しているんですね。それはアニメとかアプリでも描かれてるんだけど、上演している。で、物語としては、そのオペラ座の怪人の、上演が終わった後に、ココナと静香が2人で里帰りをするんですよ。で、そこで、2人にとっての思い出の場所、その2人で演劇の練習をしていた場所で、
もう一回オペラ座の怪人を二人でやってみないかっていう話になる。だから、二人でオペラ座の怪人、まあ、オペラ座の怪人をベースにした物語なんだけど、まあ、オペラ座の怪人をやるんですよ。で、ということは当然、登場人物は二人だけじゃなくてもっといるわけで、それを二人で演じ分けるんですよね。まあ、最終的には、メインになってくる登場人物っていうのは限られてきて、まあ、ファントムと言われる、まあ、いわゆるオペラ座の怪人ですよね。あと、そのファントムに才能を満たされたクリスティーヌという歌姫の物語に集約してはいくんだけど、そこの入るまでの間のその導入は、やっぱり何人かのキャラクターを演じ分けるっていうことが出てくるんで、これは多分すごい大変だったのかなっていうこと、大変だったっていうか、まあ、大変さを感じないというか、まあ、すごく良いお芝居だったなというふうに思いました。うん、最初割と、その冒頭はまずココナと静かになって二人が会話をして、で、オペラ座の怪人をじゃあ台本もう一回読みながらやってみようってなるんだけど、でそこは最初ちょっとそのオペラ座の怪人の世界に入るのに、そのちょっと、少しエンジンをかけるというか、いきなりスッと入らないで、ちょっとうまくどうやって演じ分けようとか、あと誰がどのキャラクターをやろうとか、どのキャラクターで、メインでやるキャラクターは2人で決めたんだけど、その他のキャラクターをどうやって演じようとかっていうところでちょっと戸惑ったりするっていうところで、まあ、少し物語の雰囲気が柔らかくなるんだけど、そこから先がやっぱりちゃんとオペラ座の感じの世界になっていって、なんかその2人の本当熱演でしたね。やっぱかなり気持ちがこもるお芝居で、うん、いや、グッときましたね。なんか、それだから2人だけで演じきるっていうところがまたすごい。まあもちろんね、たくさんの、役者さんがいて掛け合うということも、朗読劇の醍醐味であるんだけど、やっぱり2人で演じきる。大体ね、上演時間というか、朗読劇自体は大体1時間ぐらい。で、その後、まあ演出家の方を交えて、いわゆるアフタートークをしたんだけど、いや、1時間、特に後半のその緊張感みたいなものは、やっぱりすごい。2人だから作れる世界。2人だからって言うとなんだけど、まあ、岩見さんと長谷川さん、事務所の先輩後輩でもあるし、まあ、結構長く、まあ、ワールドダイスさんももう2年とか3年ぐらいのプロジェクトになってるから、もう多分演じ始めた、キャラクターを演じ始めたのはもっと前のはずなんで、やっぱりその絆みたいなものをすごく感じる。で、まあ、ここからちょっと、まあ、ちょっとワールドダイスさん、全然本当にご存じない方については、ちょっとネタバレになっちゃうから、あんまり、ちょっとまあ、その話は、全く初見でこれを聞いてる人が果たしているのか分かんないけど、ワールドダイスさんって全然知らないんで、興味湧いてるって人は、まあ、アニメの第1話でもいいから、アニメの第1話とか第2話か、見るとどういう話か、どういうことが分かるので、まあ、いいかなと思うんですけど、それ喋っちゃいますけど、静香っていうのは、そのココナの分身なんですよ。要は実際に役者ではなくて、そのココナ、さっき言ったセンスという能力が、ココナが持っているセンスというのは、その静香という存在を、その、出現させて、2人で演技プランを考えながら、演劇ができるというのが、ココナの持っている、センスという能力なんです。だから、アニメの第1話、で、わかるんだけど、その、ココナと静香は一緒に、故郷から東京に上京してきて、で、その、シリウスというのは浅草に劇場があるんだけどね、そのシリウスに行くまでの道のりなんかが描かれるんだけど、なんかね、第1話を見た後に見返すとわかるんだけど、確かに登場人物ってみんな静香と話してないんですよね。静香と話しているのはココナだけなんです。で、そう、だから、周りから見ると、ココナはすごく変な子なんですよ、実は。その、だって、存在しない、他の人から見えない存在と話してるからね。で、まあ、第1話の最後にそれが明らかになる、その、あの子は一体誰と話してるんだっていうことが明らかになるっていうのが結構、ワールドダイスは一番最初に見た人のびっくり、だから静かって名字がないんだっていうこともそこで分かったりするっていうね、まあ、そんな感じなんですよ。で、だそういう、まあ、要は、なんだろう、1人2人じゃねえな、なんだ、2人で1人なんですよね。だそれを演じるっていう、多分その演技のすり合わせとかもずっとしてきたはずで、だその2人がやっぱり演じる、2人だけの朗読劇って、すごく密度が濃い時間だったなというふうに思います。であと、大事なのが、今回、ステージ上に、まあ、お二人が、役者さんお二人が立つんだけど、同時に、楽器を演奏する方がいらっしゃって、鍵盤とバイオリンが、のお二人が、要は生演奏をするんです。音楽朗読劇だったんですよ。それはね、多分、開演するまで明かされなかったんじゃないかな。あれかな、もしくは、なんかね、台本の表紙には、音楽朗読劇って書いてあったから、まあ、それを SNS でお二人が先に写真とか載せてたんだったかな。だそうだとすると、まあ、なんとなくイメージはつく。でも音楽朗読劇っていろんな形があるわけで、まあ、本当に、BGM というか曲を流して、そこに合わせて、語りをするっていうのも音楽朗読劇なわけで、もう本当にもう、その、まあ、舞台の上に、ステージの上に楽器があって、最初に演奏者の方が出てくるっていうのは、やっぱり、そうなんだっていうのは結構サプライズだったと思いますね。うん、だそこがやっぱりまた、だから、そう4人で、それはもう、ね、役者さんのお芝居と音楽っ
って全部生で掛け合うから、そこをどうやって合わせていくかっていうことがまずあるし、でしかも八海さんと長谷川さんはそのいくつもの人物を瞬時に演じ分けていくんですよね。あの、まあ、例えばね、これがアニメーションとかの、とかの収録であれば、一旦例えば A というキャラクターを演じた後にもう一回今度は B というキャラクターを演じて、でそれを合わせて一つの作品として作るってことはできると思うんだけど、そこも生で掛け合っていくから、どんどん切り替えていかないといけないっていうのが、あ、これすごいことをやってるなっていうふうに思いましたね。うん、だ本当になんかいいあの舞台だったなって思いましたし、まあ、やっぱワールドダイスターで朗読劇はやってほしいなっていうことを改めて思ったな。あの、多分そのいわゆる、ストレートプレイという、まあ、ストレートプレイというのは、いわゆる普通の演劇です。セリフ劇。あの、役者さんが台本を持たないで本当にお芝居をするって、いわゆる演劇っていうのがあるじゃないですか。だからそれを多分、声優さんがやるのは、かなり大変だと思うんですよね。というのは、あの、そこは、セリフを覚えなければいけないとか、そういうのだけじゃなくて、やっぱ、あの、稽古の期間とかが、やっぱり、結構、時間を取るんですよ。あの、まあ、朗読劇に比べてっていう話なんだけどね。別にだからといって朗読劇は台本を持ってるからあのやりやすいというか楽ってわけでは決してないんだけど、でもやっぱりもともと声優さんって台本を持ってお芝居をするっていうなんてキャリアを積み重ねてきてる人たちだから、まあね、中にもちろん両方できる方もいらっしゃるけど、なかなか多分、ね、このワールドダイスターに出演されてる方を声優さんみんな集めてその演劇セリフ劇をやるっていうのはもしかしたら大変かもしれないけど、朗読劇って可能性がすごくいろんな可能性があるなと思いましたね。その今回みたいに2人でたくさん何人かの人物を演じ分けるってこともできるだろうし、もっとがっつり2人だけで掛け合うような芝居演目を選べば、まあ、その2人の声優さんが2人のキャラクターを演じて、その2人が劇中劇でまた2人を演じるみたいな形でやっていくってことはできるだろうし、なんかすごく可能性を感じましたね。あのもちろん、ね、音楽のライブとかあの歌が結構多いあの作品でもあるから、音楽のライブとかまだあの今年もやるんだけど、まあ、それもすごくいいなと思うし、やっぱり朗読劇個人的にはすごく好きなので、まあ、好きなのでっていうのはその声優さんが演技をするお芝居をする様子って通常は見ることはできないんですよね。その声優さんのお芝居ってあくまで声のお芝居を収録するわけだから、その収録したものをアニメーションなり、まあ、あの吹き替えなり あるいはボイスドラマなりで見るっていうことになるので、それはそれであの一つ完成したパッケージとして我々は作品を、聞く見ることができるっていうのはいいことなんだけど、そのじゃあ実際に掛け合ってる様子ってどんな例えばどんな表情でとか、あとどんな動きでとかということを見ることができるのはやっぱり朗読劇なんですよね。だから今回もやっぱり表情とかも含めてそのどう役に入り込むか、あとその劇中劇の人物を演じるときとそのココナと静香というキャラクターを演じるときでまたやっぱり雰囲気が変わるわけで、なんかそれが見られるってやっぱり朗読劇っていいなっていうふうに思いましたね。うん。そうで、まあ長谷川さんがほとんど朗読劇を実はやったことがなかったっていうんですけど、それがまた意外というかそうとは思えないぐらいあのやっぱりすごく、まあ、もしかしたらその、ね、マイクの前で、お芝居をするっていう意味では、まあ、同じだから、うん、その朗読劇の経験があるかないかっていうのがそんなにそのいい意味で感じさせない、だからすごくそれぐらいすごくしっかりお芝居されてたっていうことなのかもしれないし、あと岩見さんは結構朗読劇の経験が多くて、そのアニメーションの作品の朗読劇っていうのもそれはあのいわゆるイベントの中の一部の朗読パートとかではなくて、もう本当にあのその作品の朗読をあのしっかりやるっていうのを演じたこともあるし、あとまあいわゆるあのアニメーションとかそういったゲームとかの朗読ではなくてオリジナルの脚本の朗読劇にも出られたことがあって、まあ、私も聞いたことあるんですけど、うん、だからなんか2人ともそれぞれの持っているスキルをすごく発揮された朗読劇だったなというふうに感じました。そんなところかな。かなりなんかねワールドダイスターとはみたいなところから話したんで結構長くなりましたけど、あのそれくらい良い作品だったなと思うし、やっぱり朗読劇でいいなってことを改めて感じた、そんな、作品でした。以上になります。お聞きいただいてありがとうございました。